うだろう。抜き返せ。よし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 。よしよし。よっしゃはい、どうもバンブーです。普段はシミュレーションゲームの配信をしております。この動画はその配信を見やすく編集したものになっております。ということで本編どうぞ。さあ、ピットクルー、ピットクルーは、あ、もう疲れてる人いるね。疲れてる人を交代していきたいけど、ちょっと微妙だな。雇用でいい人いないかな。いや、タイヤ微妙だな。今回いい人いないな。じゃあ11のやつ連れてくるか。10のやつぐらいは恋をしとくか。もみたにたかしさんちょっと連れてくるか。こいつ燃料補給もフロントジャッキも強いしな。燃料補給はしないけど交代。さあ、あとは車ですね。車はまあ修理とギアボックスの完成を待たなきゃいけないんだな。車の修理は完了しました。お、エンジェルハートがシムレース愛好家になったわ。急成長中のオンラインレーシングシミュレーターの世界に興味を持ったことを明らかにした。オーバーテイクの練習には最適だとオンライントーナメントに定期的に出場している27歳は語った。ほう、オーバーテイク1、市場価値プラス5。最高じゃねえか。20週間で切れるなよ、このパーソナルトレイト。ドバイ廃止の可能性について。何？GMA トップはこのコースの廃止を考えているようですね。 GMA のトップか。いや待てよ、 GMA に媚びを売るか。マシン見逃してもらえるかもしれないからな。なんでリャオがちょっと喜んでんだろう。非常に明確な答えですね。率直に言ってドバイグランプリの削除はバンブーレーシングにとって有利ですか。確証は持てないが、おそらく有利に働くだろう。よし、さあ、ギアボックス完成しましたね。で、パーツの改良、まずギアボックスの信頼性を上げていく。これは急務である、これは急務である。と、あと不安なパーツ、不安なパーツいっぱいあるんだよな。いっぺーある。リアウィング、そしてフロントウィングだな。フロントウィングはちょっと不安で、新パーツの設計します、次のレースまで6でしょ。だブレーキ今作ったところだから、ここは1個いいエンジン作っとくか。次の次に向けてリスクレベル上がるな。トップスピードプラス50、信頼性マイナス10、レッドゾーンプラス5、トップスピードマックス20、信頼性マイナス10。信頼性上げてもな、レッドゾーン下げて、いや、トップスピード上げて17日かかるけど、めちゃくちゃ強いエンジン作れるな。これで840やばいのが作れる。リスクレベル1個あるけど、こんなん大丈夫。今 GMA に賛同したから見逃されるレベルだから、これ作るわ。待って、本当にいいか、本当にいいか。いや、でもいいな。いやね、車検怖いよね。か、これちょっとすぐには使えないけど、あの信頼性結局ここで10下がったところでがっつり頑張れば上がるから、トップスピードマックス754のプラス20ぐらいされるから770ぐらい、40のリスクなしあるね。こっちつけるぐらいだったらこっちの方がいいか。結局マックスまで育てれば800いくから、800ぐらいになるから、こっちにするか。こっちにしよう。すぐには使えないが、いいエンジンができる。チームの市場価値、モータースポーツ選手権の中で最も市場価値の低いチームではありませんが、もっとメディア受けするドライバーを雇ったり、レースでのパフォーマンスが強ければより良いスポンサー契約を結ぶことができるでしょう。ありがとう、なんか味方になってくれた。前向きな意見が出た、会長から。あなたは次結果出さなきゃクビですみたいなこと言わなくなってきた。そして財務管理もう金ないって。財政状況が非常に気になります。そうだね。右肩下がりだね。了解。ここはバカなふりしよう、気づいてない。さあ、ドバイ
なくなるかな。賛成に投票。賛成なのだ。ドバイグランプリはなくなっちゃうのか。なくなるな。来シーズンのカレンダーから削除されるな。なんかなくなるはなくなるで寂しいな。いや、否決されたわ。否決されたわ。2倍のやつがいた。ドバイは来シーズンもカレンダーに残り続けるだろう。さあ、トンデラ。トンデラはポルトガルですね。ポルトガルグランプリ。ポイント取れるかな。今回8位以上目指しましょう。金を取るぞ、金を。結局金取ったところであれなんだよな。レース後の収支はマイナスなのよな。20ラップのレースです。で、晴れ、晴れ、そして晴れですね。でもやっぱ531なんだよな。ここは531な気がする。ソフト結構持つと思うんだよね、ここ。あ、パーツ装着。あぶねえ。サンキュー。あぶねえ。おニューのギアボックス。62% まで来たな。ナースがあればなんとかなる。これで良いだろう。ニューのギアボックスで、まあ、20ぐらいパフォーマンスが上がったわ。さあ、ポルトガルです。どうなるかな。いや、2連戦ポイント欲しいね。ここは波に乗って、勢いはあるよ、うちのチーム今。たださっきのレースも結局コースが長くて序盤だったから、信頼性も他のマシンも悪くって、修理に入った奴らがいてみたいな感じだよな、冷静に分析するとな。ハンドリングマジで超ど真ん中目なんじゃないこれ。スピードバランスは加速よりダウンフォースは付け目だな。で、20周でしょ。あー、リャオはハードミディアムかな。ハードミディアムだな。リャオに関してはハードミディアムっぽいな。このレースも勝ったらちょっとおねだりしよう。勝ったらというかポイント取れたらおねだりしよう。さあ行くぞ。早急に走り出せ。予選トリムな。エンジェルはソフトハードでもいけるね。20周だからな。結構絶妙にむずいよな、20周ってちょうど。さあ、何も返ってこないんだけど、ドライバーたちから。無線壊れてんのかな。あ、無線壊れてない。あ、大丈夫。ギア比完璧。よーし。あ、やべえ。両方ともあれだな。レーストリムになってるな、これ。いや、予選トリムになってるな。レーストリムで走らせないと、片っぽ。空力はドンピシャだ。いいね。ダウンフォースが効いている。いい感じだ。なんか、みんな前向きになったな。え、ちょっと待って、すごくない？ 3 位だって、今、タイム。エンジェルハート。88%。 しょっぱな良くなったな。しょっぱないいのやばいな。逆にむずいな。スピードバランスもうちょっと加速より、ダウンフォースちょいつけ目かな。ハンドリング、あ、ちょうどいいところかな。こんなところにしましょう。エンジェルレーストリーム出してもらおうかな。タイヤはこのままで。3位だぜ。こんなに走って3位だぜ、エンジェル。おかしくない？しょっぱなから 90% だって、すげえな。ダウンフォースもうちょっとつける。ギア比、あ、いや、サスでいじるか。いや、サス多分こんなとこなんだよな。スピードバランスをちょっと加速寄りにするわ。で、予選トリムのままでよしと。すごいね、全車走ってエンジェル4位なんだけど、すごくない？あれ、どうした？みんなハードで走ってるからかな。てか、あれか、序盤にこんなにセットアップ良かった車がないんだろうな。さあ、どうかな。エンジェルね、もしかしたら自信を取り戻したかもしれないよな。そんなことないか。あ、スピードバランス悪くなったか、ごめんな。ギア比には満足している、素晴らしい。よし、ギアが怪しい。あー、やっぱギア比なんだな。ギア比悪くなっちゃった。
ダウンフォースは良くなったね。ハンドリングは変わらず。もうちょっとじゃあこっち目にして、ギアは良かったところがグッとプアでしょ。グッとプアってことは間にいるかな。まだ走れるな。ちょっと一回間見てみようか。間でグレートとか出るんだったらいいし、これで出ないんだったら反対側に、もっとトップスピード側に寄せなきゃいけないね。ハンドリングは、あ、いいね、これでいこう。タイヤは変えよう。グッドグッドグッド最初良かったら良かったで、セッティングむずいな。だからどっちに振った方がいいのかが分からんからな。アンダーステア方向のギアレシオ、トップスピード方向の、これちょっと行き過ぎだな。トップスピード方向のダウンフォースはグッドグッドでしょ。もっとつけなきゃダメか。これぐらいやっちゃっていいな。やっちゃえ、日産するか。これでいきます。さあどうなるか。いいとこ行くといいね。ただ練習の調子はまずまずいいぞ。スピードバランスの調整がうまくいっている。予選トリムマックス、レーストリムもそろそろマックスになるだろう。ミディアムでも走らせておくかなってところだね。でもタイム分かんないからな。ソフト2本使うことあるかな。いや、ありそうだな。ギアがショートすぎる。あれ、なんかさっきちょっと良かったって言ったじゃん。あれは嘘だったのね。うん、ギア OK。 やっぱちょっと向こうだな、右側だな。スピードバランスはもっとトップスピード寄りにしなきゃダメだ。それが分かったのでよかったな。これぐらいやっちゃっていいな。タイヤはユーズドのソフト使うか。ユーズドのソフト使うか。これでいこう。さあ、ありゃお、帰ってきたな。ハンドリングエクセレンス。よし、ハンドリングだけはいじらずに、ずっとグッドできてるんだけどね。ダウンフォースがさ、結構いじってるけどずっとグッドできてる。もっともっともっと挑戦的なハイダウンフォースにするか。スピードバランスはグレートに戻ってまいりましたね。もうちょっとじゃあつけた方がいいんだろうな。こんなところでしょうか。でも結構タイム出揃ってきてるけど、いまだにエンジェルは7位だね。このスピードバランスは大正解だ。よかったよかった。ギア比には満足しているこいつらさ、スピードバランスのことしか言わねえんだよ、エンジェルハート今回で。リャオはフロアセッティングがいい感じ、あ、エアロセッティングがいい感じって言うんですよ。エクセレントエクセレントグレートだわ。来たわ、エンジェルだいぶ来てる。 97% まで来た。スピードバランスだけちょっと上げたい。これだろ。一周走れればいいな。タイヤこのままで、もう交換してる時間もったいない。リャオはどう？きたー、リャオエクセレンツエクセレンツエクセレンツだ99% 保存するぜ。このままレーストリームでギリギリ3いけ、3いけ。タイヤがへこたれてるけど、これはよかった。これ3に行かないとどうしようもない。あと30秒、行くな行くな。よし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 、ナレッジアンロック成功。もうタイムは出ないから。ただエンジェルは、エンジェルはマシンがうまくいったのかどうかはわからん。最後マシンがうまくいったかな。ただまあエンジェルいいタイム出してるね。トップと1秒落ちだからね。本は 1.6 秒落ちだけど。さあ、ファルコエンジェルハートのセッションはとても素晴らしかったよ。ありがとう。今日のバンブーレーシングの活躍は素晴らしかった。
今日のバンブーレーシングにはすごく嬉しい。やばい、なんかさ SNS で人気になってきたんだけど、なんかしたなんかした、みんな口コミで広がってったかな、うちらの良さ、けなげさが来たわ。ファルコもエクセレントエクセレントエクセレント来たわ。保存、あー来ましたね。もうパーフェクト両方とも 99% 出てるからな。やっぱ最初の方にこのいいポイント取るといけんだろうな。さあ行きましょう、予選セッション。1分20秒のコースか。2回走れるか。2回走れるな。すぐ行け、すぐ行け。待って、1回で、いや1回は怪しいな。2回走ろう、2回走ろう。ちょうど出たぐらいでもう出していいからな。リャオもうここで出そう。さあ頼むぜ、この温度管理うまくやってくれよ。グッドパーフェクト。リャオの方がタイヤうまいな。あー予選壊されてる、予選壊されてるね、予選壊されてるんだけど、アウトラップのやつに多い多い。大丈夫かこれ。リャオは全然大丈夫なところ走ってる。逆にトウ使えてる。どうだ、1分19秒1、これが早いのか。あ、いや、マジかい。シャープ1分17秒8。マジかい。よし、タイヤ変えて、タイヤ変えて走るぞ。リャオもすぐ出ろ。この2回目の、2回目のアタックが1番のアタックだから、もうアタックしてくれ。エンジェルハート、他のやつらの予選を壊すなよ。お前は清く正しくあれよ。清く正しくあれ。いいね、ブレーキグッドのタイヤパーフェクト。なんだそれ、最近ブレーキの濃度オーバーヒートしか見てねえからな。エンジェル期待してるぞ、路面のグリップはいいはずだ。そして前に車はいない。いやちょっと待って、抜かれるかもしれない予選セッションのアタックラップに抜かれるかもしれない。おっと力の差がやべえなんだこのアタックラップに抜かれるってどういうことだ。まあでも12、いいでしょいいでしょ、悪くない悪くない。リャオは、あ、リャオも大丈夫よ。19位、よかった、ビリじゃなくてよかったよリャオお前は F1 のマシンになれろあ、でもレイもアタックできてるな。あ、でもいやー、自己ベスト自己ベストで回ってきてる。あ、ダメだダメだ、リャオリャオダメだお前は19位とコンマ1秒以上差がついてる。まあしょうがないでしょう、行こう。さあバンブーレーシングはベランレーシングよりもずっといいチームです。色もいいしね、色褒めるよなこいつらな。やばい、雨がポツポツ降る可能性は十分にありますっていう SNS 見ちゃった。これはチームの戦略も考えなきゃならないな。いや日曜晴れって書いてあるよ、めちゃくちゃ晴れになってるよ。やっぱり人狼が紛れてるんだよな、あの SNS 欄には。何も悩まずナースでしょここは。そしてソフトタイヤ履かないけど、ソフトタイヤのナレッジ。20ラップでしょ、タイヤソフトハードでいけるかわからんのだよな。まずハードで走らせるか、やっぱり走らせるしかない。そしてエンジェルハート、エンジェルハートはソフトでいいかな序盤。いやでも不安だよな、これが8周持たなかったらって考えると、やっぱミディアムで走らせよう。でミディアムの持ち具合を見て最後ソフト使えるか、
それとももう1ミディアムでいくかだな。これは分からん。とりあえず安全策は取る。リスクは分散する。でタイヤの温度がどうなるかちょっと不安だね。これさあ、ポルトガルグランプリスターティンググリッドを見ていきましょう。ファルコエンジェルハート12位、そしてホンリャオしんがりだあ、一応エンジェルハートは、プラン A があれですね、ミディアムソフトですね。そうそう。でプラン B がミディアム、ミディアムだな。いや詰まったなスタート。ただ彼はシムレースをやってオーバーテイクが上手くなってる。9位、はは8位だ。上手すぎるエンジェルハート頼りになる。なんだあいつ、スイーンってきた、スイーンって行かれたんだが、え、何こいつ速いんだけど。あれか、これはスティーンマンモータースポーツのマシンだ。それ勝てねえや。リャオ20位で走ってるが腐るな。まだいける、レースは長いぞ。リャオ腐るな。あ、でもエンジェルいいよ、10位だから。スタートでポジション2つアップはいいよ、めちゃくちゃいい。もう予想以上。しかも前にステインマンモータースポーツで、タイヤはやっぱりあれだね、あんまりあちあちにならないな。やっぱり星多い方が熱入りにくいのかなわかんないんだよな、結局わからないんだよな。ただあまり使いたくないよね、このままタイヤを。ソフト履きたいし。最後なんだ、うわ、ゴンザレスにミサイルされるとこだった、危ねー。しかも混乱に乗じてリャオは1個ポジションを上げている。さすが、今ミサイル危なかったね。ドバイだと最初の、あ、日本グランプリも結構熱入ってたじゃん。なんだったんだろう。リャオももうタイヤ使えないかな。ちょっと後ろとの余裕も出てきたから、ここで一回燃料をセーブしよう。2人ともエンジンモード落とせ。後ろ速い車いんな。あ、でもあそこバチバチバトルやってタイムちょっとね遅くなってくれれば助かるな。いやマジかい、マジかい、なんかスイって抜かれたぞ、スイって。マジか。いやでもここは焦るな、ここは焦るな、大丈夫だ、焦るな。で、4周走って68%。 リャオを抜かれたな。前方のチームは、まあ、ソフト履いてる勢が何周目で入って、次のタイヤが何かだよな。ツーピットはしないと思うけどな、なんとなくツーピットはしないと見てるんだけど、わかんない、ソフト勢がどう動くかがまだわかんないね。あ、もう1台ピット入ってる。フローレス、ここでミディアム15周は持たないだろう。フローレスは2ピットと見た。さあ前線、まあ、前との差は 2.3 秒、後ろと 1.1 秒だね。エンジェル、ただ1周のタイムは前のスリコフが1秒以上速い、 1.6 秒ぐらい速いな。ただ後ろとはほぼ同じペースで走れてる。ここはでもエンジンモードをセーブして、なるべく順位を維持して最後まで、最後にアタックできるように行きたいよね。そしてリャオはレイを抜きあぐねていると。6周走りました。ただこの感じ見るとリャオのハードとエンジェルのミディアムがほぼ同じなんだよね、減り方が。
エンジェル、まあ練習でもいいしマシンはバッチリ決まってるからな。そろそろ前のマシンたちがこのピットに入り始めると2ピットなんじゃないかなっていう気もするよね。まあその代わりハード履けばの話だけどね。その後残り14周でここでミディアムに変えるんだったらサーリエン1歩目、この辺が何にタイヤ変えるかだね。ハードかな、ミディアムだな。13周か、微妙だよな。最後もうズルズルのタイヤで走り切るのか、はたまたもう一回ピット入れるのかだけど、まあどちらにしてもズルズルのタイヤで走ってくれるんだったら多分抜けるだろうし、これ8位ぐらいにはなれるのかな。でもなんかあれだよね、周りの車のさタイヤの状況を見るぐらいまでは俺らも速くなってよかったな天気は大丈夫でしょ、晴れよ今日は。今日は晴れ、大丈夫。ちょっと不穏な SNS もあったからな。ちょっとタイヤに節約するか。これ後ろとの差が縮まるまではタイヤちょっと持たすぞ。でもうミディアム入ってる人たちいるけど、俺今走ってる感じミディアムで12周持たないよ。12周13周持たないよ。わかった。だってもう8周目で 34% でしょ。でうちのマシンタイヤのままもういいはずだから、で前走ってるミディアム勢よりも全然タイヤ残してるから、これちょっとエンジェルズルズルかもしれないけど10周目まで持たせよう。リャオもタイヤ粘ればもしかしたらチャンスあるよ、ワンチャンあるぞ。ただ逆に後ろのチームたちはワンストップでいけるんだよな。残り12ラップなんか前詰まったな、今シャープの車で詰まったな。あ、そっか、エンジェルはそっか、ハードの道がまだ残ってるのか、プラン C で行くっていうパターンもあるのか。エンジェルプラン C な気がしてきたな。これハードで行こうか。あー、後半雨読みか、雨読み。うわむずいな、これもう一周ズルズルのタイヤで走ってミディアム履かすか、今変えてハードか。いやーむずい、どうするか。ハードの方が安牌だけどな。今ここだろ、ちょっと最終コーナーまで待とう。最終コーナーで待とう。でも 25% 切るとさ結構さ如実にタイム落ちなかったっけ。いや厳しそうじゃねこれ。あ、これ厳しい、ピットだ、これダメだ、もう明らかタイム落ちてる。リアはもうハード残ってない。よし、エンジェルダメだ、もうタイムが落ちてる。でリアをもうこの周ピット入れてもう2ピットなんだよな。もうリアを2ピット、うん2ピットなんだよな。いやもうリアをずっと粘りの走りで1ピットにしよう。レースサーキットの上で抜く必要はない、リャオに関してはストラテジーで勝つぞ。よし、タイヤのミスはないな。 3.8 秒、グッド。さあリャオミスもなく 3.7 秒、いいね。タイヤもバックアップで走るわバックアップでタイヤ走ります。エンジェルは普通に走って大丈夫。前方はあと 1,2 台か。あれ順位だいぶ下がったな。いやいいのいいの、2ピットの やからがたくさんいるから大丈夫。もうだって10ラップの時点でほら半分ぐらい使っちゃってるやつとかもいるから、この辺はもうピット入るだろう。エンジェル粘りのレースだ。なんか抜かれちゃいけなさそうなやつらに抜かれ始めたな。ちょっとエンジン使おうか。エンジェルそいつには抜かれちゃいけないと思う俺は。うん、ちゃんとやろう、ちゃんとやろう。よし、リベイロ修理、大丈夫、リャオはいける。エンジン使うか、エンジン使うかな。ちょっとエンジン使って前とのタイム差見たいよね。
どれぐらいのペースか。リャオはマジでタイヤ冷えてもいいし、サーキットで抜けなくてもいいから、とにかくタイヤをゴールまで持たせなさい。タイヤのマネジメントの練習だと思ってこのレース使いなさい。ナイス。なんか抜いたなんか抜いた。さあタイム差どれぐらいかな。あーでもやっぱ 0.5 秒違うな。 1.3 秒差あるんだな。3秒か。いや後ろ早いな。コスタか。コスタ早いな。タイヤ変えてピンピンしてんのか。あのタイミングで変えたってことはもうこれ以上変えないだろうしな。タイヤの温度がすごく低いんだ。みんなプッシュしないと熱が戻らないんだしょうがない。いやエンジェルきついな。きついな。こればっかりきついな。向こうミディアムの新品だからな。しかもコスタこれ多分最後まで走り切れちゃうでしょう。ちょっとエンジン守るか。後ろが詰まってくるまで。あれもう2回目のピット終わってるやつらもいるな。まあでもこの辺はトップ勢だからな。ほぼトップ勢だから。やっぱうち1分24秒台で走ってるんだよね。このペースだとパーサーニーとかがちょうど同じぐらいだけど、そろそろパサーニはタイヤ交換かな。この感じちょっとタイヤも使ってるしね。一歩目も入るでしょ。フローレスあたりは多分俺らの後ろで出ると思う。さあエンジェル抜いた。よし問題ないね。これは問題ない。うん、あと4台は入るでしょ。1、2、この辺も入るかな。あ3台入るね。だいぶだいぶいいぞこれ。やっぱ2ピットと1ピットで今作戦が分かれてるから、ただ2ピットした人たちはここからかなりプッシュしてくると思われるので、そこだけは気をつけたいところだね。もう最悪もう最後ブロック。その代わりまあ俺らもエンジンは使えるようにちょっと残しとかなきゃいけないんだよね。最終盤バトルするためには。さあだいぶ入ってったね。まだまだあと3台は入るだろう。さあ5台入るかもしれないこれ。最悪もしかしたらで後ろももしかしたら入る。これ何周目のタイヤだ。そこまではすぐわからないんだよな。あ、わかる、後ろはミディアムで5周走って半分以下になってるから、最後の最後ソフトとかに履き替えるんじゃねえかな。これ持たないでしょ後ろのタイヤ。うちはタイヤを生かし続けて走り切るしかない。でその点リャオもうそこはうまくいってる。残り今16周目で 54% 残ってるってことは大丈夫。2ピット勢がまだいる後方にも。なことないかもしれない。リャオごめん、もしかしたらダメかもしれない。リャオもしかしたらダメかもしれない、まあ、それはもうそれで経験だ。あれベッカー入ってもあれか、俺抜けないか。32秒も多分かかんないもんな。こいつ入るだろ。ピット32秒かかんないよな。めっちゃ速くない？ピットストップ 1.8 秒ぐらいだったんじゃないのあいつら。あ全然抜けないんだここは。スリコフバシリエが、バシリエじゃない、エンジェルが抜けるかどうかだな。来てる来てる。よし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 。あとはホルツだな。ホルツまであと17秒。17秒以上かかってるだろうピットレーン。エンジンの表示がなんか変だ。いやフロントウィングもいってんな。いやこれちょっとエンジン使っていきたいところ。後ろのマシンが速い。スリコフ速い。あのマシン差が出てる。
あ、本当スリコフユーズドのソフト出てる。まあ足りるって踏んでるんだろうな。まあ足りるだろうな。これは足りる、足りちゃう。ソフト、いやー、あ、1台入ったな。後ろのあれか、バーグマンか。今9位。ただコースターは入らんだろうな。シャープこれどうすんの、行くのこのまま。お前無理だろ。 17%16% これ入るでしょ。いや、ちょっとスリコフがやばい。ここスリコフちょっと待って、ちょっと待って、マジで後ろのフローレスには絶対に抜かされるなよ。いや、タイヤ使いフローレス、ねえ嘘だろ、抜き返せ。よし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 ストレート見たい。ラストレート、よし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 。いやー、ここが今一番熱い戦いしてるぞ。あ、じゃあ、あと2周でしょ。ただフローレスミディアムでまだ生きてるんだよな。タイヤが生きてる。ここはニュートラルに戻す。あまり使えない、うちもタイヤは。で、リアオはごめん、もう何も見てない。タイヤのままでラップタイムが伸びない。そうだよな、わかる。でも粘ってくれ、粘ってくれ。でも今のバトルでちょっと差開いたな。さあ最後のワンラップ、オーバーテイクモード、エンジンをオーバーテイクモード、ナイスブロック。タイヤ使えるか。いやー、でもうちも 24% 切ってるんだよな。いや、粘れ、こっからうぅでも使うしかねー、タイヤを使うしかない。あ、1台ピット入った、なんと来た。フローレスが入ったのか、違うか。あ、違う、誰が入ったかわかんないけど、まあいいや、そんなのは今どれもいい。あとコーナーいくつだ、3つか4つか。フローレスもでももうだいぶタイヤきついだろう。いやー、どうだ、いけるか。最終コーナー回ったよーしよーし、いやー、よかった。いやー、入った、よかったー、あー、よかった、おめでとう。いやー、スポンサーはダメだったけどね。まあしょうがない。いや、いいポイント取れたよ。いや、よかったー。いやー、やったー、2戦連続。いやー嬉しい、マジで嬉しい。いやー、そう、レアもワンピットで走り切ったんだよ。レアも彼も成長したよ。ビリやったけど、まあ1個上とは4秒差だし、何せね、あのブルーフラッグ振られてないし、ワンピットで済んだし、レアオは成長してる。そりゃ車検大丈夫よ、まだ違反パーツつけてないもん。いやー、中断争い入ってね入ってねえかね、入ってないよね多分。中断勢ってこの47ポイントから11ポイント、いや、ここら辺までのこと言うよな。最下位争いだな、まだ。いやー、バンブーレーシングは、あ、違う、これ土曜日だ。バンブーレーシングチーム会長のバンブーは良い順位に喜んでいます。なんで分かったの、エスパーかな。いやー、そんなもんだな。あ、コースターがでもトンデラは本当に良い結果でしたが、優勝目指して頑張らなくてはって言ってる。コースターでも12、3位だったよな。あ、もともとやっぱそういうドライバーなんだろうな。いいねいいねいいね。中堅チームエンジェルクラスが2人いるね。違うよ、うちのチームはマシーンはほぼビリだから。エンジェルはトップドライバーよ。もうさあ、リャオ育て、リャオ育て。会長の幸福度 90% やばすぎる。チームの市場価値 52% だって。
え、今までずっとゼロだったのに。お、ファルコ15位のままか。ただ上が5ポイント5ポイントだから、もしかしたらもっと上いけるね。会長、会長、お金ちょうだい。結構下がるね、結構下がるね。結構下がる。しかも250万しかもらえないの。いや、250万でかくない？レースごと1レース帳消しにできるのか。追加の資金を少額だが工面した。しかしこうしたことはあまり面白くないな。バン、うるせえ。俺はこのレースでポイントをゲットしたらおねだりするって決めてたんだ。よし、すっげえ下がったわ。嘘だろ、嘘だろ。いやでも約束したんだ。さあインタビューを受けよう。あなたの車のブレーキがチームの足かせとなっていると主張している。我々は HK… 違う、会長の機嫌を損ねるべきではない、ここは。ただ、リャオ、リャオ、リャオ、ごめん。ごめん、リャオ。そう、またポイント取れば大丈夫さ。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。動画が面白かったら、動画の高評価、チャンネル登録をお願いします。あと、ツイッターで配信の告知などを行っております。概要欄に URL がありますので、そちらからフォローお願いします。以上、お疲れ様でした。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。